最近は、早起きの話をして、その後今日の面接だ研修だの話をして、でちょっと小ネタを入れるみたいな、ワンパターン化してきましたし、何の面白みもないですよね。早起き しました寝てましたみたいな、話したりとか、なんか LINE が来ましたけれども、で、まあワンパターン化してきてね、つまんないですよね。それなので、ちゃんとね、求人ブログに特化してね、求職者様たちに、有益な情報をお届けするということに、意識を向けてお話ししなきゃいけないなと思っております。面接室店長山田久太郎と申します。よろしくお願いいたします。なんかね、話し方もなんかちょっと変わってきてね、昔の話し方の方が良、かったみたいなお声もいただきましたしね、ちょっと偉そうにっていうかね、別に聞いてる方もね、聞いてくださってる方いたとしたらありがたいですしね。でもまあそんなにたくさんいるわけじゃないしね、たまたま通りすがりで聞いてくださる方がまあ、10人20人いるぐらいな番組でございますので、それでもまあ聞き心地が悪いような内容とかね、喋り方はしちゃいけないなっていうことで、ちょっと反省を、させていただきます。お仕事探してる方たちに向けて、メンズエステのお仕事、について、語っている番組でございまして、すごくね、メンズエステという仕事、魅力的なお仕事でございますし、どうですかね、近所のメンズエステとか調べてます？調べてみて、わかんないでしょ、でも調べても。口コミサイトだって言って、ろくな情報ないしね。あんなの8割嘘なので、僕は一切、関与してないとか、見ないし書かないし、もちろん。ないものだとして生きてますけれども。で、ホームページもいいことしか書いてないしね。あれ、わかんないよね。なので、やっぱり行ってみるか、電話してみるか、絡んでみるしかないですね。ない。で、特に未経験者様が大歓迎なんですけど、うちなんか特にね、未経験者様であればより不安でしょうし、だからより二の足を踏んでるんじゃないかな。経験者の方だったらね、じゃあちょっとここ行ってみようとかっていうのがちょっと、身軽に、できるかとは思うんですが、未経験の方だとちょっと不安もあると思うので、でね、その方たちの背中を押してあげたいなと思っております。やってみたら、または行ってみたらすごくいいお店だったっていうのがね、必ずありますので、そうじゃないと成り立たないからね。まず業界として成り立たないし、変なお店ばっかりだったらこんなにね流行ってないですよ。山手線の駅に、各駅に20や30あるんじゃないですか。山手線20個ぐらいあるんでしたっけ、駅が。そんな流行らないでしょ。もっとあるか。20や30で聞かないかもしれないですけどね、例えば20個あって20あったとして、400店舗ぐらい山手線の駅地下にあるぐらいな流行り見せないでしょ。だからそれだけね、社会にニーズがあって、だって宇都宮の駅周辺というか市内にも20ぐらいはあるわけですからね。そんなやっぱり業界ですから、怪しい、いかがわしいところももちろんあるかもしれないけれども、まともにやってる店が多いということなんですね。まともにちゃんとお店として、成り立ってるから業界として成り立つわけでございまして、なのでね、不安もあると思うんですよ。これだけの高い金額いただけるのは何かあるんじゃないかとか、そうですね、なんか自由出勤とかね、歌ってる他のお店だったらまあシフト制とかね、しっかり、土日は出てくださいとか、バイトとかパートでもね、とかいろんなお店縛りがあるじゃないですか。8時間は待機してもらいますとかね、そういうのもないっていうと、内容がっていう感じなのかなって思っちゃうかもしれないけども、それはやっぱり行ってみて、話聞いてみてね、判断したらいいと思うし、あなたにとってすごく働きやすい、仕事内容かもしれませんので、ぜひね、調べてみるところから始めたらいいと思いますよ。でね、メンズエステ店っていうのは、これはまあ、
こういう業界どこもですし、普通に2,980円、3,200円のマッサージ店あるじゃないですか、町の、ちょっと安いおもみほぐし店ですね、もう常にやっぱりセラピストさん、マッサージ師さん募集しているんですね。それはメンズエステ店だけじゃなくて、マクドナルドだってアルバイト常に募集してるし、すき家さんだって募集してるじゃないですか、なのでメンズエステは常に募集してて、出入りが激しいんじゃないかとか、そういうことではなくて、やっぱり働く方を常にあのお店というのは募集するものでございますので、だってメンズエステ、例えばまあ宇都宮のねメンズエステ1店舗1店舗取って募集してない、募集打ち切りっていう店はないと思いますよ。どんなにセラピストさん抱えてるお店でも、どんなに、まあ忙しいお店でもね、LINE が来てますね、もう募集してませんよっていう店はないので、だから心配いらない。やっぱねちょっとね不安に思うと思うけど、そんなね心配ないから、各店各店ちゃんとやってるからこそお客様も来るわけだしね、セラピストさんもいるわけだし、いかがわしいお店だったらまあそんなセラピストさんもお客様も入んなかったりするんじゃない、まあちょっとそう、まあ一部例外はありますけれども、入んなかったりすると思ってね、いらしていただいたらよろしいかと思います。で、そうですね、もうだからやっぱりいつもの話になりますけど、何か変えたいのであればチャレンジが必要でね、あなたはやっぱり、この音声聞いてるっていうことは、そして、なんか求人のね何か検索で、探してるということはね、やっぱお仕事を変えたいなり、お仕事をし始めたいとかね、そういうふうに思ってらっしゃるわけでございますよね、それであればね何かちょっとやっぱ一歩踏み出してみる、面接に行ってみる、ね、電話をかけてみる、そういうことから始めてみたらよろしいかと思います、本当にね収入って必要でしょね、収入って必要だと思うんですよね。そういう、何人生において必要なものに目を向けてね、我慢するのではなくて、やっぱり、自分ができる、やるべき仕事だと思えるような内容であればね、そういった高い収入にトライしていく、チャレンジしていくというのも一つの選択肢だと思うしね、ぜひお調べして前向きに、やっていただければと思います。求人活動ね、求職活動、まあちょっと待ってくださいね、真面目に話すとね、真面目に話してます、7分ね。そうですね、だからもう終わりにしますか、ですな、やっぱみんな不安だろうね、何したら不安じゃなくなるかな。やっぱりお店はお店でやっぱこうやって生の声なりブログなりをもっとやった方がいいですよね。よりその、ワンパターンな、まあ僕も昔そうでしたけどね、求人ブログ、求人サイトを作って、それで求人をかける、とかね、それだけ、まあ来ていらっしゃったら、ラッキーみたいな。でも、各お店も、うちはこうなんです、うちはこうなんですっていうね、ブログなりツイッターの、まあツイッターでやってるお店もあるでしょうけれども、ワンパターンじゃなくて生の声っていう感じでね、店長さんなりオーナーさんなり、セラピストさんなりがね、なんかね、発信していく、ことで、より、求職者さんたちが安心してね、お問い合わせいただけるんじゃないかと思いますよ。なのでね、どんどんね、やったらいいと思う。だからこれはキャラもあるしね、店長さんのキャラもあるし、でもそれでいいと思うけどね。例えば、もっとな面白い話できたとしたら、僕あんまり面白い話できないじゃないですか。でも面白い話できる方であれば、そういう面白い話に、あ、面白い店長さんだなと思って、応募が来るかも。知れないし、またはもっと地味なね、ボソボソと喋る方でも、なんか安心感があって、あ、こういうお店素朴だけど、こういうお店で働きたいなっていう、セラピストさんが来るかもしれないしね。なんかね、そういうカラーっていうか、お店のカラーだったり、店長さんのカラーも、
出せるので、YouTube なりそれこそブログなり、なんか Twitter なりでね、積極的にセラピストさんを獲得しに行くようなことでをやられたらいいと思いますけどね。それ各店舗やったらセラピストさん人口が増える気がするけど、どうでしょうか。ねえ、セラピストさん人口を増やしたいじゃないですか。で、より、まともなって言ったら、変な言い方ですな、より、人間的に、優れた俺が言うのは変だよね。優れてない人間に、優れた人間がどうこうって言われても、言われたくないわな。なんていうのかな。よりいい人材が増えたらいいと思ってるんです。いい職場、いい、業界だからこそ、もっと、いい人材が増えていいと思っているんですね。いい人材っていうのは、だから、心が綺麗な方とか、優しいとか、まあそういう意味で言ってるんですが、そういう方たちが増えていく、そういう方たちが活躍できる、業界だと思ってるので、まだまだ、そんなに、注目されてないというかね、職業の一つに思われてないような印象もあるのでね、本当に、各お店、各サロンが、やっぱりカラーを出して求人活動もしていただきたいと勝手に思ってますけども、いかがですか？なのでね、今日のお話は、勇気を持って、面接なり問い合わせしてみようという話と、あとお店さんが、それこそ勇気を持ってこの発信、めんどくさいんだけどね。めんどくさいことですよ。これ毎日発信とか更新とかね。でも、それが業界を盛り上げる手段の一つなわけだから、あなたのね、お店はあなたのいい、カラーが、で、成り立ってるわけじゃないですか。それをどん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 発信したらいいと思うしね。それによって、求職者様たちが、安心して面接に行けるようになるかもしれないので、という話、話まとまんないね。もう終わりますけどもね。今日もちょっと、いろいろありますので、もう、あんまり更新できないんですけども、よろしくお願いいたします。